出雲大社東京文祠は、東京都港区六本木にある神社で、島根県の出雲大社からの文祠である。正式名称は、出雲大社であるが、一般には、主に、出雲大社と読まれる。二杯四拍手一杯の作法で拝礼する。明治維新に伴う、近代社覚醒度下において、唯一、大古草を名乗る神社であった。創建以来、 天テラス大臣のこの天の保避の命を外する、出雲国造家が祭祀を担ってきた。現在、第六代東京文保倉町及び東京、出張所長を務めるのは、千下克彦。宮司の征服の文様は、神社本庁の定める黒あや文瓶なし、裏同色平らぎぬではなく黒領に御神門である二重吉高剣東花の文様を練り込んである。大国主大臣。 1142年在朝官人会場に天下無双の大化、国中第一の霊人と記された。神有好月には全国から800万の神々が集まり神にが行われる。出雲へ行かず村や家に泊まる他の神、家の神的な性格を持つ留守神も存在しているので、すべての神が出雲に出向くわけではない。そのような柏話への信仰から、江戸時代以降は文学にも、 出雲の縁結びの神様として、現れるほどに、全国的な信仰を集めるようになった。1941年東京文保倉の境内1962年、東京文保倉再建祝祭1970年6月4日、出雲大社カグラでの協議会記念写真拝連前。ありがとうございます。